回のタイトルは、ビットコイン指標は2022年11月のような明確な底値シグナルを発出です。ぜひ最後までお付き合いください。暗号通貨アナリストのアリ・マルティネス氏は、一つの重要な指標がビットコインに対して2022年11月と同様の底値シグナルを点滅させていると述べています。同氏は新たな戦略セッションで X の 68,900 人のフォロワーに対し、ビットコインの時価総額対実現価値 MVRV は FTX 暗号通貨取引所の崩壊以来最低であると述べました。 MVRV とは、暗号資産の時価総額とその実現時価総額または購入価格での全てのコインの価値との比率です。 MVRV がゼロを下回ると、特定の期間にその資産を購入したトレーダーが損失を被っているため、その資産が売られすぎであることを示します。ビットコインの MVRV 比率30日がこれほど低くなったのは FTX 崩壊直後の2022年11月以来です。その期間は底値であり、絶好の買い場でした。マルティネス氏はまた、 MVRV 比率から導き出された価格帯は、ビットコインが6万7000ドルまで上昇するためには5万4000ドルのサポートを維持する必要があることを示していると述べました。ビットコインは記事執筆時点で5万6448ドルで取引されており、過去24時間で 3% 以上上昇しています。同氏はまた、テクニカルの強気反転指標である W ボトムパターンの形成に基づいて、ソラナが140ドル台まで回復すると予測しました。ソラナは記事執筆時点で123ドルで取引されており、過去24時間で約 12% 上昇しています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。